今日女子の最後の決勝レースが始まりました。注目は4コースの渡辺佳奈子、予選は1分6秒1名でした。先ほど 100m の個人メドレーで日本記録を更新して勢いに乗っています。7コースの茂木理央は 100m 個人メドレー3位でした。3コース鈴木聡美はロンドンの銅メダリスト、そして 200m では2メダルを獲得しています。まず50のターンは渡辺佳奈子が取りました。30秒99。2番手は3コース鈴木聡美、3番手に7コースの茂木理央が続いていきます。後半からの5コース彼女は現在4番手。さあラスト25m、渡辺、そして茂木、鈴木、さあ上位3人が上位に変わってきました。さあタッチはどうでしょうか。